国立科学博物館のレリーフ長岡半太郎から1950年12月11日は日本の物理学者、土星型原子モデル提唱などの学問的業績を残した。また、東京帝国大学教授として多くの弟子を指導し、初代大阪帝国大学総長や帝国学新院,院長などの養殖も歴任した。1937年、 1> 第1回文化勲章受賞、肖造位、勲位等局実大受賞追贈。本田幸太郎、鈴木梅太郎と共に、利権の三太郎と称される。非全国大村藩で、大村藩藩士、長岡寺三郎の一人息子として生まれ、幼少期には、大村藩藩交互教官で学んだ。長岡家は1874年に上京し、藩太郎は、 本郷区湯島小学校に入学。小学校では成績が悪かった方で落第したこともあった。教立学校から東京英語学校に進学。父、自三郎の転勤などに伴い大阪英語学校に転校後東京大学予備門に再入学している。1882年9月に東京大学理学部に進学。在学中1年休学している。 休学中は、東洋人に、欧米人に劣らない独創的見識があるのかについて悩み、感覚の道に進むことも考えていた。物理学科に進んでからは、教授、山川健次郎や、助教授田中建愛吉、イギリス人教師ノットの下で学んでいる。1887年に、大学院に進学後、そのまま大学に残り1890年に、助教授就任。 1890年9月、磁気歪みを研究して、ニッケル線に圧ともじりを与えると、半磁性化することを確定した。1892年7月25日、田中立愛吉と長岡は、能尾自身に伴え不当磁力線の変異を発表。1902年8月4日、長岡と本田光太郎は、鋼、NI、CO、NI 項の地我を発表。 1893年から1896年にかけ、ドイツに留学し、ルートビッヒ・ボルツマンの下で学ぶ。帰国後、教授に就任。以来、1926年に60歳で定年退職するまで東京帝国大学教授を務めた。東京帝国大学教授を定年退職した後も、理科学研究所主任研究員として研究を続ける一方で、 次の養殖を歴任した。その間、1937年に第一回文化勲章を受賞している。長岡は1939年、スウェーデンのノーベル委員会に、湯川秀樹への受賞を推薦している。この推薦は、第二次世界大戦を挟んだ10年後の1949年に、実り、湯川は、中間史理論が認められて、日本人初のノーベル賞を受賞した。 1892年に三つくり臨の三女、美佐子と結婚し、三男一女を設けた。長男春男は理科学研究処理事長、次男正男は日本工学工業社長を務め、長女は半太郎の弟子、岡谷達次と結婚した。半太郎の孫の長岡信子はピアニストとして将来を嘱望されたが、東京大空襲で死亡している。また、 信子の義妹の長岡純子もピアニスト。妻、美佐子が1902年に亡くなると間もなく、平川豊トヨと再婚。トヨとの間にはご難を設けた。伊つを、賀がねり吉は、実験物理学者。八尾、長岡ぶり吉は、工作機械技術者。1950年12月11日、脳出血のため、文京区西方町の自宅で死去。満85歳。 死の当日も地球物理学の本を広げて研究を続けていた。葬儀は本人の意思により、新式にも物式によらず、同月16日に行われた。長岡は大学院時代から自我の実験研究に取り組み、並行して解説の数理物理学的な研究も行った。また、地震や地球物理学の研究にも携わり、地磁気の測量、 流星による電波の散乱の報告などをしている。その後、研究の対象は、原子構造論や文工学、水銀換金などに広がった。1900年に、フランス・パリで開催された、バンコク物理学会には、アンリポ・アンカレやキュリー夫妻、アンリ・ベクレルなどといった、当時の有名物理学者と共に参加。自我の研究成果を報告している。また、 世界の物理学の最新情勢を日本に紹介する仕事も積極的に行っている。1888年にはハインリヒヘルツの実験について特別講演を行い紹介記事を執筆した。留学中の1895年にはビルヘルム・レントゲンによる X 線発見の報告を日本に送った。また、1922年に アルベルト・アインシュタインが来日し、日本中でアインシュタインブームが起こった際は、宮中にて相対性理論の講義を行った。土星の画像。土星の輪は微小な天体の集合体が土星を公転しているものであることは、当時すでに知られており、長岡は土星本体に相当する原子核の周囲を数千個の電子が輪のように回っていると考えた。1900年代初頭。 原子が不可分の粒子ではなく、静電化に帯電する粒子と不電化に帯電する粒子の集まりであるらしいということが判明していた。当時著名な物理学者であった英国の JJ トムソンは1904年にまさに帯電した玉の内部を不電化の粒子が自由に運動しているという武道板のような原子モデルを提唱した。それに対して長岡は、 同じく1904年に中央に静電化を帯びた原子核があり、その周りを不電化を帯びた電子がリング状に回っている土星型の原子モデルを発表した。原子核の周りを電子が回っている原子模型は長岡より2年前にジャンペランも提唱していたが、定性的なものであり、長岡の論文はマックスウェルの土星の間の安定性についての研究に影響を受けた。 より成功なものだった。長岡のモデルにおいては、中心に重くて、電荷の大きい核があり、その周りに数千数万個の電子が回っていると仮定をすることで、原子はある程度の安定性を得られたが、最終的には電子が電磁波を放射して、エネルギーを失って核と合体してしまう懸念点があり、当初はあまり注目されなかった。また、 原子のスペクトル線を説明できるとしたが、実験とはうまく合わなかった。しかし1911年、アーネスト・ラザフォードが、アルファー線の散乱実験を行い、原子核を発見。この実験結果に基づいて、ラザフォードの原子模型を発表した。これは、原子核があり、その周りを電子が回っているという点は、長岡の土星模型と似たものであった。 原子核の周りを回る電子の問題については、ニールス・ボーアによる1913年のボーアの原子模型で、ある規則に基づく場合に安定して電子が存在していることが仮定された。どうして加速度運動をしているのに、電磁波を放射してエネルギーを失わないのかについては、前期量子論を経て、量子論に至って電子は点のようなものではない、とすることで最終的に結論された。 1909年5月6日、電気工学において有限超ソレノイドのインダクタンスを求めるための係数、長岡係数を発表した。1924年9月20日に発表された水銀を金に変えることを可能にする夢の研究である。水銀は原子番号80、金は原子番号79であるから水素元とご一個を除去すると金が得られるとし、 水銀の核を拡乱したところ金が見つかったとされる。長岡の目的は原子を改変して、原子の理解を深めることで水銀から金を作る。研究は部分的な応用例であったが、理科学研究所の広報が報道を集めて発表し、この研究は資源の少ない日本に多大な恩恵をもたらす錬金術であるとセンセーショナルに報じられた。 しかしその後10年研究が続けられたが成果なく、誤りであったのだが、長岡半太郎は認めることはなかった。また他の学者も物理学の重鎮に対して批判をすることはなかった。長岡の東京帝国大学教授時代の主な弟子は次の通り、長岡は土星型原子模型を提唱したとき、保守的な先輩世代から実証的でない長岡模型の研究をやめるように、 言われた。長岡は後に、辞めたことを悔やむ。西名は、コッペンハーゲン学派の自由な学風を日本に持ち帰り、西名と交流のあった、浅長新一郎や、坂田昭一はその学風を受け継ぐ。なお、浅長の父、浅長三十郎は、同じ大村市出身ということで、長岡とは、旧知の中であった。その他、長岡の助手を務めた、清水昭平は、後に、 北進電気製作所を創業している。他、後に長岡の公認となった大阪帝国大学2代、総長、楠本調査郎は、旧正大村中学校で、浅永三十郎と同期であった。1906年、東北帝国大学の設立が、閣議決定されると、長岡は、その教授人選を依頼された。その結果、 長岡の弟子にあたる本田幸太郎や草壁史郎太氏、愛知敬一、石原淳が東北帝国大学教授となった。長岡自身も初代理科大学長として推薦されて本人も受諾する気であったものの最終的には引き止められて東京帝国大学に残った。1931年に創立されて長岡が初代総長となった大阪帝国大学では 理学部長に、真じ俊と物理主任教授に、やぎひでじ、教授に、娘婿の岡谷達治や長岡と同じく、三つくり一族から出た、菊池精子らを任命した。また、湯川秀樹は、講師として一時岡谷研究室に所属した。ありがとうございます。